東洋防株式会社は日本の大手科学企業。繊維を中心に火星、バイオ、医薬など高機能製品の開発、製造を行う企業。本社は大阪府大阪市北区道島浜。1882年創業の日本の防石業界の名門。かつての六大防の筆頭としてその名を知られているが、現在では繊維以外の部門が高い割合を占める。 一時期、豊かな未来のパートナーや、生活創造企業のコーポレートスローガンに掲げていた時期もあるが、2019年1月、現在は、アイディアズケミストリーである。旧商号は、東洋宝石株式会社だが、2012年に、従来の通称を用いた商号変更を実施した。繊維事業を出発点に、化成品、機能材、 バイオメディカルへと事業領域を拡大してきた歴史があり、2001年以降は非戦意部門の売上高が50%を超えている。1961年に女子バレーボール部が発足する。1967年から日本リーグに参戦して一時期不安定になりながらも競合として数々の実績を残す。1994年に V リーグに移行してからも、 大林元子などの活躍により2回の優勝を果たすが、本業の不振などの理由により2002年をもってチームは解散して40年余りにわたる活動の幕を下ろした。ありがとうございます。